ブラックはホワイト、皆さんこんにちは。 BW ニュースの時間です。私キャスターのポール宮田です。さあ最初のニュースですが、公園で子供の口喧嘩があったそうです。一人がお前の母ちゃん豚ゴリラと言ったところ、もう一人がお前の母ちゃん妖怪クソババアとお互いに罵りあったそうです。ちなみに二人の関係は兄弟だということが判明いたしました。一度母親の顔を見てみたいもんです。さあ続いてのニュースですが、ジーンズを洗濯したら縮んだと愚痴をこぼしていた女性が、縮むはずない下線のスカートまできつくなっていることが判明しました。一体何があったんでしょうか。以上 BW ニュースでした。また次回。